南アルプス市ので美容室かねまるを経営しています、栃原紘子です。小さな頃から母が働く背中を見てきて、地域の方に一緒に育ててもらったっていうような記憶もすごくあるので、地域密着型でお店ができたらなと思ってまして、もう最高に楽しいですね。働かなくちゃって思ったこともないですし、本当に幸せなことだなと思って、転職だなと思ってます。私自身も2児の母になり、やっぱり子育てしていく中で、南アルプス市ってとっても子育ての支援が手厚くて、子育てをする世代にとってすごく住みやすい街だなっていうのは感じます。子供がフルーツが大好きなので、フルーツがたくさんあって、もう一年中いろんなフルーツ食べられるところはもう最高だなと思ってます。南アルプス市に私はやっぱりずっと生まれ育ってきたので、ここでずっと生涯美容師現役で続けていけたらなと思っています。